はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、低病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、お医者さんのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、白血病でね、抗がん剤をしてですね、骨髄移植をした後の治療によりですね、免疫抑制剤を飲んでる副作用でね、高血圧になり糖尿病になるリスクが少し高くなるというね、症例があります。メタボと診断されることにおいてはですね、病気をしてない人に比べるとね、4倍多いです。まあ以前に見たことあるんですけどね、4倍多くそうメタボになる確率が高いんです。まあ、そうならないために今ですね、僕はこう血圧と体重をね下げるためにね、まあ、日々勉強をしてそれを実践しております。まあ、今日はね、血圧も下がって、まあ、血栓も防げる食材のお話なんですけども、それは何かと言いますと、豚肉です。おい、安よ、以前も豚肉の話やったんやないかいとね、思われてもしゃあないんですけども、まあ、以前のその豚肉に関してはですね、ビタミン A と E の話です。今回はね、サムネにも書いてある、その、アラキドンさんのお話です。アラキドンさんね。まあ、そもそも肉を食べると、体にコレステロールが溜まって、太ってね、健康じゃなくなるやんってね、思うかもしれませんけども、まあ、そうでもないんですよ。コレステロールはね、タンパク質を含む豚肉ですけども、まあ、特にね、脂肪酸が多く含まれている、ね、豊富に含まれててですね、まあ、その中でも、その豚肉の細胞膜に含まれているアラキドン酸というね、脂肪酸がね、いいんですよ、体に。しかしね、このアラキドン酸、なんか言うね、アラキドン酸。まあ、今日はね、アラキドン酸の話なんで何回も言いますけども、そのアラキドン酸はですね、血栓防止のためにですね、まあ、取らん方がいいとね、今までは言われてきたんです。でもね、この鹿児島大学のね、臨床検査によるとですね、このアラキドン酸から作られている物質にですね、アナンダマイトというものがあってですね、これがね、血管をね、リラックスさせてくれる効果があると言っています。まあ、それによってですね、血管の緊張がほぐれて、血管がこう拡張してくれてね、その結果血圧が下がるということです。まあ、このようにね、今ではこのアラキドン酸はね、血圧やね、免疫機能をね、調整してくれる働きがね、あることが分かっています。まあ、そのつまりですね、まあ、豚肉を食べることがね、血圧を下げたりですね、血栓を予防してくれることになるわけですね。まあ、今ではね、豚肉の脂肪に多く含まれているコレステロールが血管を詰まらせたりとか、まあ、高血圧になって血栓ができると考えられてましたけども、まあ、それは今となってはね、真逆になってしまいましたね。まあ、もちろん食べ過ぎなければいいんで、適量食べるぐらいはね、ちょうどいいんですよ。まあ、なのでね、適量の豚肉を食べてですね、アラキドン酸やコレステロールを上手に味方につけてくれれば、血圧や血栓だけではなくね、血液そのものをね、サラサラにきれいにしてくれるんですね。まあでもね、まだこの肉の油は体に良くないぞと思ってらっしゃいますけども、僕もはそう思ってました。いやでもしかしね、僕は今まで肉や魚やお米やお菓子などね、まあ、適量食べたつもりやったんですけども、まあ、困ったことにこの体重はね、維持できてても、血圧やね、血液検査でコレステロールをね、指摘されるまではですね、まあ、退院してから今までの食生活がね、最高にいいと思ってたんですよ。でもね、白血病になって入院するまではね、何のお構いなしに好きなもんばっかりお腹いっぱいになるまで食べてましたけども、さすがにその頃に比べたら量は減ってましたけど、それでも食べ過ぎてました。だから実は今はね、ちょっと物足りないんです。まあ、この物足りなさはね、苦痛でしゃあないですよ、本当に。晩ご飯もね、少なくしてますけど、それなりにお腹は満たされてますけども、なんか心が満たされてるかといえばね、まあ、そうはいきません。まあ、だからってね、ストレス溜まったり、イライラしてるわけじゃないんですけど、なんか物足りないんですよね。まあ、これを続けていくとですね、まあ、慣れてきて、よりこう、良い血圧、血液の数値にですね、なってくれると思います。まあ、また話が逸れたんでね、アラキドン酸の話に戻しますけども、
まあ、この豚肉の脂肪酸で、このアラキドン酸はね、先ほども言いましたようにですね、血液をきれいにサラサラにしてくれてですね、血圧を下げてくれて血栓を予防してくれるんですけども、まあ、ここでもまだやっぱりその肉の脂なんか生活習慣病の源やね、思っている方はね、まあ、少しだけでいいんで、ちょっと考え方をね、見方をね、こう優しくしてもらいたいもんですね。まあその脂肪酸っていうのは三大栄養素の一つということをね、お忘れではないでしょうか皆さん。確かにこの油の取りすぎは飽きませんけども、完全に油を断つのも飽きませんよ。ちなみにこのアラキドン酸はですね、人間の体ではね、作ることがねできないので、やっぱり豚肉からもらう方法がいいんですよ。そして豚肉にはね、先日にもお伝えしましたけどもですね、ビタミン A、E の他にもね、ビタミン B1 も豊富に含まれています。このビタミン B1 というのはですね、糖質をエネルギーに変えてくれる働きがあるので、足らなくなると十分にこのエネルギーをね、こう作ることができなくなるので、その食欲不振でしょ、疲労感とだるさ、もうイライラーってねしたりします。疲れたりだるい時っていうのは、まあ、大体この夕方からとかですよね、夜とかですよね。まあ疲れた時にね、豚肉なんか食べたらいいもたれるってね、こうなると思うんですけども、そんな時はね、実はね、豚汁がいいらしいですよ。豚汁、まあ、その豚汁ってその味噌汁にね、豚肉と野菜をたくさん入れるでしょ。ネギとかニンニクとかもね、入れれるしね、その先日のお話しした通りなんか、人参もかぼちゃもね、入れたらええんですよ。あとごぼうもね、まあ、疲れた体のね、味噌汁やったら飲めると思いますんで、やってみてください。まあ、これからの季節だからこそね、体もね、温まりますんでね。あのね、この野菜の栄養もね、味噌汁とかね、スープ系やったらね、逃さないんでね、いいんですよ。この、なんて言いますかね、野菜の栄養ってね、ほとんどがね、水溶性なんですよ。だから水にさらしたらですね、このお鍋でこう炊いたら、こうほとんどね、野菜からこう外にふわっと溶け出すので、その溶け出した栄養を取りこぼさないように、この豚汁、スープ系ね、おすすめです。鍋でもいいんですよ、鍋。その鍋のスープを飲むというとかね、そういう風にしてね、豚汁、試してみてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。